伝説は本当だった。でっかい湖が本当にあった。航空写真で見たあの草が浮遊物体に見えてたんだな。コイがいる。いっぱいいる。村から逃げ出したコイかな。全然逃げないな。ひっくり返ったら看板持ち上げてみたけど何にも書いてないな。元に戻しとくか。犬？何これ？犬の首？犬鳴き村みたいだな。
何なんだろうこれ。やっと着いたね。疲れた？大丈夫？現だね。
なんかちょっと綺麗な感じだね。昔田んぼだったとこかな。めっちゃ蜘蛛の巣かな、この無数にあるの。さっきの湖が見える。まだ桜咲いてんだな。あー、朝日が昇る。これが東口の一番高いところか。すごい大工事だな。東京電力かや、こんなで、こんなバカでっけえ工事やらかすのは。
床に近づくと全部ガシャンって取れる。いつの時代のスキーだよ。1950年帽子箱。なんだろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本のすり抜きがあって、中心をほぼ外れたところに石が積んである。その神社もだいぶ荒果てたな。石段がまだ辛うじて残ってるな。いらなあ、ここ。バカでかい木が7本ある。平成元年6月と書いてあるな。35年前か誰か住んでたんだろうな。こんなのが残してあるってことは。明治12年。で、明昭は40年改修。これだけよく倒れずに残ってるな。でもあんま近づかない方がいいだろうな。ほら、いつ崩れてもおかしくない。